本日は新型コロナの状況の厳しい中、あのお運びくださいまして、誠にありがとうございます。あらゆるもの、サービスが情報でつながっていく時代に突入しております国を発展させながら世界を発展させ、かつ同時に地域の住みやすさ、私たちにとって住みやすい街を実現する、この同時並立の考え方、ここでやはり私たちは、 これから将来に向かってスマートシティというものを広げていくべきだと。世界でこのもう自動運転はじめいろんなことに取り組まれているトヨタとですね、私ども NTT が連携をすることによって、住民や地域の社会基盤というものを構成していけたら、これが私たちが 合意に達した資本本業務提携の基本でございますソフトウェアファーストの車作りを実現し、街という社会システムと結びついた車の未来を作っていくこと、これを会社規模で行うことが、私の言う自動車を作る会社から、モビリティカンパニー、すなわちモビリティに関わるあらゆるサービスを提供する会社にフルモデルチェンジする。 ととというここになることでありますソフトの位置づけの変化と、車の役割の変化という2つの変化に対応し、モビリティカンパニーへとフルモデルチェンジしていくために、NTT との提携は必要不可欠であり、ある種必然であったとすら思っております。トヨタも NTT も、日本に根ざしたグローバル企業です。全ての人という時それは グローバルに展開すすするることと意味するものだと思いますそして両者が描く未来の真ん中には人がいます。笑顔の双子がいます。ヒューマンコネクティッド。それが私たちの目指す未来社会です。